佐藤慎也、この中からパートナーのポンケモンを選ぶのじゃ。うん。え？これ。これ？わし？選ばれた。わし、最初のパートナーポンケモンに選ばれた。え、わし、博士なんやけど。え、ポンケモンとして見てんの？どういうこと？いけ、オーキド博士。君に決めた。あ、君に決めた言うてる？やっぱり戦わせようとしてる。あの後、モンスターボールに入れられて、ここまで運ばれてきて、出されて、君に決めた言われてる。この子、わしのことポンケモンや思てるやん。いけ、博士、大爆発だ。あ、できないよ。大爆発できないよ、博士。まずポケモンの技ができないし、で、まあ、できたとしても、よりによって大爆発選ばんといて。この年まで生きて、大爆発で人生を終えるの辛いよ。ごめんなさい、大爆発できません。あ、まだ覚えてないのか。今後覚える予定もございません。なんせわし、ポンケモンじゃないんで、人間なんで。じゃあ分かった。いけ、カーフキックだ。あ、人間ができそうな技とか言わんといて。で、わし、もう65なのよ。もう歳なのよ。カーフキックとかできる年齢じゃないのよ。もう65になって、破壊戦。もうやりたいことはやったから、あとは余生を楽しみたいお年頃なのよ。こんなバトルに駆り出さんといて。じゃあ行け、殴れ。やめて。蹴れ。やめて。倒せ。荒いよ、指示が。殴れやら蹴れやら倒せやら。ポンケモンバトルってそんなんじゃないから。じゃあ、あのポンケモンの尻尾の火を足で何度も踏んで火を消せ。あ、焚き火を消すみたいに倒さんといて、人加減を。そんな倒し方は誰も望んでないから。くそ、何の技もできないじゃないか、こいつ。あ、イラつかんといて。孫ぐらいの少年にイラつかれたくないんよ。だって、僕、ポンケモンマスターになりたいのに。じゃあ、博士選ばんといて。くそ、僕は選んだパートナーと共に、絶対ポケモンマスターになりたいんだ。え？その夢を叶えるって、誓ったんだ。ああ、わかった。じゃあ、わしもなる。君がポンケモンマスターになったら、わしはその時、ポンケモンマスターのパートナーポンケモンじゃ。え、博士。ポンケモンマスターのパートナーポンケモンに、わしはなる。いや、ならない、ならない。なれないよ。少年の熱意に押されて、なるって言っちゃったけど、なれないよ。まあでも、ちょっと付き合ってやるか。余生はポンケモンとして生きてみるか。イエイ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 。アクアジェットでチャネ登録していけ。チャネチャネ気分チャネ登録して。チャネチャネ気分チャネ登録したら、一緒にチャネ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 。